はい、今回から助動詞です。そもそも助動詞って何なのかと、ねまあ、動詞を助ける、まあ、だけじゃ今ちょっとよく分かんないと思うので、助動詞とは何かっていう話をしたいと思います。まず助動詞っていうのは置く場所、これどこに置くかというと、何かと何かの間です。これは、はい、主語と、はい、動詞の間ですね。例えば I speak English、 主語と動詞の間、ここに、助動詞を入れますよと、まあ、動詞の前って言ってもいいですね。種類と意味です。どんなものがあるか、主なものをちょっと挙げてみました。can ですね。これは、何々ができるって意味です。なので、ここにもし can を入れたら、I can speak English。私は英語を話すことができます。まあ、英語を話せますでもいいですね。will だったら、何々するつもり。時制のところで出てきました。I will speak English。英語を話すつもりですと。I should speak English。これは、何々すべき。英語を話すべき。must は、何々しなければならないので、英語を話さなければならない。は、かもしれない。最後のこの do、 これ何でしたっけ、覚えてますか。疑問文のところで出てきたと思いますね。一般動詞の疑問文を作る時の do ですね。これは確かにほにゃらら、まあ、これ強調の意味の助動詞でした。なのでもしここに I do speak English って入れたら、私は確かに英語を話すんです。この speak っていう動詞を強調する、助動詞が do でした。ここに2つ、例文がありますね。He speaks English。 彼は英語を話します。じゃあここに、助動詞を入れてみましょうと。 He can speak English。 じゃあこの2つを、比べたとき、ちなみにですね、助動詞を入れると主語が三人称単数でも動詞の後ろのこの S ね、三単元の S は、いりませんので気をつけてください。意味は彼は英語を話せます、まあ、話すことができますですよね。この助動詞を間に入れることによってどう変わるかなんですが、この彼は英語を話せる、話すことができると思っているのは、誰でしょうかということですね。これ he ではないですね。彼が英語を話せると思っているのは、これを話している人、つまり話してなんですね。例えばこれとかもそうです。例えば仮にここに must を入れたとしましょう。 he must speak English。 彼は英語を話さなければならない、話さなければならないと思っているのはこの話してですよね。つまりこの助動詞を入れると、これは助動詞がない場合は彼は英語を話します、これ事実を、表しているんですが、助動詞を入れることによって、はい、これは話しての主観がここに入ります。話すことができる、話すかもしれないとか、話すべきですとか、ね、こういったもの、これを表すのが助動詞なんですね。なので助動詞とは何か、これは話し手の主観を表すものというふうに覚えておいてください。今回は以上です。ありがとうございました。